どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。今日はですね、こちら阿久津大先生にお越しいただきました。はい、阿久津と申します。阿久津さんは、はい、阿久津さんはなんかすごいいっぱい賞を取ってますよね。まあそうですね、最近2つ、うん、何取ったんでしょうか。ライムトンオーディオさんの、うん、コンテストですね、プレイヤーズコンテストで、うん、グランプリいただいたかな、優勝。それは何、曲、それは作曲、作曲も兼ねているのかな、うん、ドラムのトラックがあって、うん、それに自由になんかつけてくださいっていう感じで、動画と一緒に投稿したのかな、うん、はい、ですね。それをでグランプリ取って、あとなんか5段のやつも取ったんですか。5段は結構前ですね、うん、2012年とかなんで、うん、もう10年前ですね、に5段のなんちゃらグランプリ、それも、5段プレイヤーズコンテストかな、それもコンペティションか、うん、でそれもグランプリ、うん、まあ、でもそれはちょっと実は、うん、あの2人でギターで出て、あ、そうなんです、デュオみたいな感じ、トリオで、トリオで、1人パーカッションいて、うん、で、まあ、片方が、うん、まあ、有賀恭平さんだったっていうのが、あ、有賀さんと一緒にやったの。そうなんですよ、すごい10年前ですね。じゃあ、俺となんかやろうか。あ、本当ですか。やりますか。俺となんか組もうか。いいですね、やってくれるんですか。心の中にさあったんだけど、うん、誰か一緒にジャズなり、うん、こういう例えばいろんなさ、はい、ネオソウル系、あ、サニーとかさ、はい、フィールライクとかさ、うん、一緒にやってくれる人いないかなって探してたんだけど、はい、アクスさんやってくれる。いや、もう全然やってくれるんですか。よっ、決まりました。なんかすごい仕込んだみたいになってますけど、仕込んでないですよね。仕込んではいない、ね、今自然な流れ、今これすげえドキドキして告白したんだけど。あ、そうだったんすね。一緒に付き合ってくださいみたいな。告白だ。じゃあなんかやろっか。あ、お願いします。せっかくだからね。そうですね、いきますぜ。はい。
じゃあ俺とさ、はい、武道館行こうか。目指せ武道館で。